突撃隊は国家社会主義ドイツ労働者党の準軍事組織。制服の色から褐色シャツ隊とも呼ばれた。突撃隊はナチスの前身であるドイツ労働者党集会の会場警備隊が改組されて創設された。初期の頃はエルンストレームの圧戦により義勇軍から流れてきたものを多く受け入れたため、党からの反独立的な性格を持っていた。 1923年11月の民権ンン一揆に参加したが失敗によって党と共に一時期禁止された。1925年に再建され党に従属する組織として再出発した。党集会の警備やパレード行進のほか、ドイツ社会民主党の国旗団やドイツ共産党の赤色戦線選手同盟などとの街頭闘争を行った。 はじめフランツ・プフェファー・フォン・ザ・ロモンが突撃隊最高指導者として指揮したが、当主アドルフ・ヒトラーとの圧力から1930年に辞職。以降はヒトラー自らが最高指導者に就任すると、共に日常的指揮は突撃隊幕僚長に任命された、レームに委ねられた。1933年にナチスが政権を獲得すると、突撃隊は補助警察となり、 性的の敵発や弾圧に当たった。しかし突撃隊は、失業にあえぐ、仮想民が多い大衆組織であったため、社会主義的な思想を持つ隊員も多く、国防軍などの保守勢力との連携を深めるヒトラーにとって厄介な存在となり、1934年6月末から7月初旬にかけて、霊夢以下突撃隊幹部が新衛隊によって、粛清された。 粛清後は勢力を失い、重要な役割のほとんどが親衛隊に移され、突撃隊は国防軍入隊予定者の訓練を主任務とするようになり、第二次世界大戦の敗戦まで存続した。バイマル共和世紀のドイツでは、政党の集会や演説会に他党の党員、支持者が殴り込みをかけるのが日常化しており、各党は、 警備や他投破攻撃のための武装組織を保有していた。バイエルン州民ュュン編で活動するダップも例外ではなかった。1919年11月のエーベルブロイケラーでのダップ党集会において初めて会場警備を専門とする部隊が設置された。この会場警備部隊はダップがナチスに改組された後の1920年夏に政治隊と名付けられ党集会の防衛や 敵対政党への妨害活動に動員された。発足当初の隊員数は25名程度で、エミール・モーリスが隊長を務めた。コーブルク闘争事件当日の記念写真1921年7月29日、ミュンヘンに駐留する陸軍第7軍管区司令部将校エルンストレーム、隊員の指示を取り付けたアドルフ・ヒトラーが、ナチ党首アントンドレクスラーを失脚させ、代わって党首に就任した。 当主となったヒトラーは、同年8月3日に、生理体を、体育及びスポーツ部と解消の上、ハンスウルリヒ・クリンチュ元海軍将尉を、新しい隊長に任じた。クリンチュは、ナチ党員ではなく、エアハルト海兵旅団から派生した極右テロ組織、コンスルのメンバーであった。この人選は、レーム隊の要請によるものであった。レームは政府により禁止された。 義勇軍や強度軍を体育及びスポーツ部に送り込み、義勇軍の維持を図ろうとしていた。そのために、クリンチを新しい隊長に推挙したのだった。一方、ヒトラーもエアハルト海兵旅団を高く評価していたので、この要請を承諾したという。以降、義勇軍組織とナジスの連携関係が出来上がった。9月10日にヒトラーは体育及びスポーツ部を、 解組して突撃隊を創設することを発表した。11月4日に、ナチ党集会に乱入してきたスピード党員800人を50人、足らずの体育及びスポーツ部が撃退し、これを機に突撃隊の名称が正式に与えられた。突撃隊となった後も隊長は引き続きクリンチュが務めた。初期の突撃隊幹部は、 ヒトラーの要請に応じて派遣されたエアハルト海兵旅団の指導者たちが占めていた。クリンチュと後に突撃隊最高指導者となるフランツ・プフェファー・フォン・ザロモンはその代表である。クリンチュラの報級はエアハルト海兵旅団から支払われており、派遣された団員たちは引き続き同団の指揮下にあり、反独立的な義勇軍組織としての一面を持っていた。エアハルト海兵旅団は カップ一気に参加して、非合法化されたため、突撃隊への参加は、組織を温存するためにも有効であった。またこの時点のナチスにも、エアハルト海兵旅団の高い聖望を利用し、オーバーバイエルン全体に勢力を広げることが、できるというメリットがあった。そして、軍の立場からナチスに関与していたレームにも、連合国によって、解散命令の出たドイツ義勇軍隊員の受け皿として、 突撃隊拡充は歓迎すべきことであった。やがて、エアハルト海兵旅団のみならず、ベルリンのロスバッハ突撃隊のミュンヘン支部のエドムントハイネスラも突撃隊に参加するようになった。ヒトラーは再三にわたって、突撃隊は、党の組織であって、党中央の決定に従わねばならないことを強調したが、こうした他の組織から来ている隊員らは、 あまりナチスの規律を気に留めなかったという。1923年3月まで突撃隊への実質的な指示はミュンヘンの義勇軍の統括者たるレ夢ムが行っており、そのためヒトラーもしばしば彼のもとを訪れなければならなかった。とはいえ突撃隊に流れてくる義勇軍兵士は義勇軍の中でも政治化した部類の者たちが多かった。ヒトラーと義勇軍の間に 政治的意見の相違はほとんどなかったから、ほとんどの場合彼は突撃隊を自由に政治運動へ参加させることができた。この頃の突撃隊員はミュンヘン市内での交通費、飲食費などは自腹であり、末端の突撃隊員にとっては頻繁に動員されることは重い負担であったが、事故の信念から自発的に参加し続けていた。ミュンヘン一機前の突撃隊は、 他の義勇軍とほとんど、変わりがなく、軍事、政治知識の授業、隊列を組んでの更新、等及び友好団体への参加などを行っていた。この頃の隊員数は1921年末の時点で100人未満、1922年9月の時点で800人未満であったと推定されている。1922年末に突撃隊は100人隊と、 呼ばれる単位によって編成されることとなったが、百人隊は必ずしも百人の隊員が揃っていたわけではなかった。1922年3月18日には、年齢的に突撃隊に入隊できない、若年層のために青少年部を設置することが発表された。これが後のヒトラーゲンととなる組織であるが、当初は突撃隊の下部組織と定められていた。 ヒトラー・ユーゲントが突撃隊から独立するのは1932年5月になってのことである。コーブルク勲章1922年10月14日、ヒトラーとナチスはドイツの日という右翼諸政党が開催していた愛国的集会に参加するためにコーブルクを訪れた。そこで集会に反対する共産主義者のデモ隊と抗論になり、初めてナチスが ミュンヘンの外で多勢力と争った。これらの事件を、ヒトラーは後に、我が闘争に、コーブルクへの列車として記し、ナチス、とりわけ突撃隊の重要な闘争士として位置づけた。10年後の1932年、闘争10周年を記念して、コーブルク勲章が制定され、闘争参加者に授与された。小銃で武装し、 バイクでパトロールする突撃隊員1923年1月にフランス軍がドイツのベルサイユ条約不履行を理由にルール地方を占領した。ドイツ陸軍総司令官ハンス・フォン・ゼクト大将は憤慨し、フランスによる不法占領には再軍備で応えると宣言した。その影響で突撃隊もミュンヘンの国軍第7軍管区司令部から民間防衛組織として 軍の指揮下に入ることを求められた。ヒトラーは当初嫌がっていたが、レーの説得でしぶしぶ了承した。こうして3月から突撃隊は軍の訓練を受けることとなった。しかし突撃隊の実質的な指揮権までも軍に奪われることを恐れたヒトラーは、 霊夢の息のかかったクリンチを解任して、自身の熱心な支持者であったヘルマン・ゲーリングを代わりの、突撃隊司令官に任じている。ゲーリングは、エアハルト旅団から参加した、信用のおけない隊員を一掃し、突撃隊をヒトラーに忠誠を誓う組織に、改変していった。ゲーリングは突撃隊を3個大隊からなる1個連隊で、編成し、13個中隊で1個大隊を構成させた。 連隊長には、ビルヘルム・ブルックナーが就任した。隊員数も増し、1923年11月のミュンヘン1期までに3000人ほどになった。突撃隊の訓練を行ったのは、軍の工兵第7連隊と、不評第19連隊第1大隊で、突撃隊は、小銃、機関銃等の扱いを学んだ。また突撃隊に、砲兵隊や、騎兵隊、自転車中隊や、 軍学隊などの組織が作られることになった。軍の影響力はさらに強まり、7月11日には、党の地区組織や党指導部から分離された、国民社会主義運動内部における別個の組織である。対話突撃隊司令部の命令に従う、という命令が出された。8月13日に、グスタフ・シュトレーゼマン内閣が成立し、 これまでドイツ政府が取ってきたフランス軍ルール地方占領への受動的抵抗路線が放棄され西欧列強との関係回復を目指すことになった。これに反発した右左双方によるシュトレーゼマン批判が強まった。ミュンヘンでも中央政府打倒の機運が高まった。これに乗じてヒトラーは9月2日に突撃隊やオーバーラント義勇軍などを結集させて右翼軍事組織連合。 ドイツ闘争連盟を結成させた。実質的指揮権はヒトラーが握りつつ、エイリヒルデンドルフ不評大将に名誉総裁に就任してもらっている。中央政府への批判を強め、バイエルン州総督グスタフ・フォン・カールによるベルリン新軍の動きを支持するようになった。しかしやがてカールは中央政府からの圧力でベルリン新軍を日和みするようになり、 これに固執するナチスを除外した右翼大連合政府を立ち上げようとしたためヒトラーは一気を起こすことを決意した9月26日にはレーも軍を退役しヒトラーの下に参じた党集会に参加するヒトラーミュンヘン特攻大戦923年11月8日午後8時30分ヒトラーはドイツ闘争連盟を率いてカール・ソートクラが演説中のビュルガー・ブロイケラーを 占挙し、一機を起こした。ただし連絡が不十分であったため、突撃隊員全員が一気に参加したわけではなかった。例えば突撃隊、第一大隊は100名ほどしか参加していない。第一大隊は、オーバーラントゲル軍第三大隊とともに、国軍第19連隊第一大隊から武器を確保しようとしたが、交渉に失敗して退却、その後ビュルガーブロイケラーへ帰還した。 第二大隊は、郷土軍が解散の際に隠した武器を確保して、ビッテルスバッハ橋で昇級死した。第三大隊は、ビュルガーブロイケラーで待機した。一方、レームは、帝国機団や、ミュンヘン島相団、突撃隊の一部を率いて、軍司令部を占拠した。また、突撃隊の学生グループは、ルドルフ・ヘスの指揮の下に、州首相、オイゲンフォン・クニリングラの監禁に当たった。 軍の協力は得られず、逆に鎮圧軍が編成されたのを知ったヒトラーは、11月9日12時30分、ルーデンドルフと共に、ドイツ闘争同盟を率いて、ミュンヘン中心部のオデオン広場へ向かって、デモ行進を開始した。ヒトラーミュンヘン衝撃隊が、隊列の左側、オーバーラント同盟が、隊列の右側、そして突撃隊は、隊列の中央について行進した。 しかし警官隊から銃撃を受けて失敗した。突撃隊司令官ゲイリングは腰に銃弾を受けて倒れ、突撃隊員に運ばれてその場を逃れ、オーストリアへ国外逃亡した。一方マックス・エルビンフォン・ショイブナー・リヒターと腕を組んでいたヒトラーは、彼が撃たれた時に一緒に引きずられて倒れ、肩を脱臼した。突撃隊員に抱えられてその場を離れたが、結局逮捕された。 軍司令部を占拠したレ夢ムたちも午後2時頃に鎮圧軍に投降した。ヒトラーやレ夢ムら逮捕された一期指導者は裁判にかけられ、1924年4月1日に判決が下った。ヒトラーは、常裁禁固刑5年の実刑判決、レ夢ムは1年3ヶ月の有罪判決を受けたが、彼は判決のその日のうちに仮釈放を受けた。 ランツベルク刑務所に収監されることとなったヒトラーは突撃隊やドイツ闘争連盟をレームに委任した。フロント版隊員バジレームは5月31日にドイツ闘争連盟の元隊員を集めてフロント版を組織した。さらに他の全国準軍事組織との連絡のためにフロントリンクを結成した。8月28日にフロント版の正式な設立大会が行われヒトラー、 ルーデンドルフ、アルブレヒト・フォン・グレーフェの3人が政治指導者、レームが軍事指導者と定められた。またルーデンドルフが名誉総裁に就任している。フロント版の隊員数は3万人にも上ったが、統一性は弱く、勝負よく軍事組織の寄せ集めであった。また、突撃隊員が全員参加したというわけではなかった。フロント版は突撃隊よりも、 政党から独立した準軍事組織の性格が強く、こうした非政治職に反発し、参加を見合わせた隊員も多かった。1926年7月、エッセンを下く指導者、ヨーゼフ・テアボーフェントエッセンの突撃隊員たち1924年12月20日に、ヒトラーは仮釈放され、1925年2月27日に、ビルガー・ブロイケラーで、 ナチスの再決闘を宣言した。フロントバン、ミュンヘン司令部の隊員たちが真っ先に党に復帰して突撃隊の活動を再開した。それ以外の隊員たちも1925年末までにほとんどが突撃隊へ戻った。フロントバンに残っていた最後の者たちは人狼団に吸収されて消滅した。一方でフロントバンの隊員の中にはルーデンドルフがフロントリンクを改組した。 単年ベルク同盟に参加した者もいる。3月末から4月にかけてヒトラーとレームは突撃隊の再建にあたって突撃隊をナチ党から独立した準軍事組織にするか等に従属する党の宣伝、集会防衛組織にするかで激論した。前者の立場がレーム、後者がヒトラーの立場である。結局二人は決裂し、4月30日に レームは突撃隊司令官職とフロント版司令官職を辞し、正解を去った。ヒトラーは5月24日に突撃隊の再建命令を下したが、どこの党支部も組織の再建で手一杯であり、手が回らなかった。バイエルンでは比較的早期に突撃隊が再建されたが、それ以外の地区では大体1926年春頃以降に再建されている。 ベルリンでは、クルトダリューゲ、ルール地方では、ビクトール・ルッツェが中心となり、突撃隊の再建が行われた。再建時から突撃隊の制服には、ロスバッハ突撃隊指導者ゲアハルト・ロスバッハ中尉が1924年に、安価に入手した褐色シャツ制服が使用されるようになった。1927年8月、ニュルンベルクでの党大会。ヒトラーの右後ろの人物が、 突撃隊司令官、フランツ・プフェファー・フォン・ザロモン党組織の再建がだいぶ進んでくると、ヒトラーは突撃隊を各支部ではなく中央からコントロールすることを希望するようになった。1926年7月27日にヒトラーは9月1日より突撃隊最高指導者を新設し、フランツ・プフェファー・フォン・ザロモンを11月1日から同職に就任させると発表した。 ザロモンは直ちに支部集団単位になっていた突撃隊を中央集権型の組織体制へ変更した。旅団、連隊、大隊、中隊、団という指導者原理に基づく垂直組織で構成させ、特に大隊を日常の活動の基本単位とした。1927年初頭には18個大隊が編成された。突撃隊員はザロモンに忠誠を誓い、彼は 党中央執行部のメンバーとして議長であるヒトラーに忠誠を誓う形となった。しかしこのために大勘区指導者など、党の政治組織の指導者からの指示に突撃隊が、従う必要がなくなってしまい、後々の対立を招くことになる。隊員数は、ザロモンの対最高指導者就任時に2万人、1927年8月に3万人。 1929年8月には5万人、1930年10月には6万人ほどになった。隊員は大多数が10から20代の若者たちであり、1929年になると、旧帝国軍人や義勇兵であった者が、突撃隊の中で25%程度にまで減り、大多数は従軍経験のない世代に変貌した。ニュルンベルクで突撃隊部隊を率いて行進する。 ホルスト・ベッセル制服の着用が禁止された時期の集会。ベルリンスポーツ宮殿1930年1月14日、突撃隊員、ホルスト・ベッセルが赤色戦線選手同盟隊員に銃撃され、瀕死の重傷を負う事件が起き、2月23日にその傷が原因で死去した。ベッセルはヨーゼフ・ゲッペルスによって殉教者として宣伝に利用されるとともに、 彼が作詞した旗を高く掲げようは10日となった。同年3月頃にはナチスのヤングアン反対闘争で突撃隊員の暴力活動が増えた。ヒトラーは突撃隊を禁止される恐れがあることから過剰な暴力活動を嫌がっていたが、禁止しすぎれば理解者が増える恐れがあったのでなかなか厳しい締め付けをできなかった。結果、国旗団や赤色戦線戦士同盟などの左派、 武装組織との路上闘争が激しくなり、死傷者が頻繁に出るようになった。そのため6月5日に、バイエルン州で、ナチスの制服が禁止され、さらに6月11日には、プロイセン州政府、6月13日には、バーゲン州でも禁止された。このため党は対抗措置として、制服を白シャツに変えることで規制を切り抜けた。ザロモンは突撃隊の福祉制度の充実も図った。 負傷保険制度を導入し、また労働組合の労働者ハウスに習って突撃隊ハウスを各地に作るようになった。ここは失業者隊員の宿泊施設であり、また隊員のクラブとなった。ザロモン時代に様々な組織が突撃隊のもとに創設、あるいは参加に入れられた。1926年に彼が最高指導者に就任した直後に新衛隊が参加となっており、 1934年までその状態が続いた。また1930年中に航空突撃隊、自動車突撃隊、海上突撃隊が創設されている。このうち航空突撃隊は1933年にドイツ空軍の全身ドイツ航空スポーツ協会に吸収され、自動車突撃隊は1934年に国家社会主義自動車軍団として突撃隊から、 独立している。バルター・シテンレス・ナチスが有力政党として活動するようになると保守勢力と協調する必要が生まれた。このため社会主義的な思想を持つ古参党員や党内左派の不満が増大した。特に突撃隊は労働者階級が多数を占めていたためそういうものが多かった。1930年7月18日に国会が 解散された後の8月1日、ザロモンは突撃隊指導者を国会議員選挙名簿に加えるよう要求したが、ヒトラーは突撃隊員を国会議員にすれば、本来の突撃隊の任務がおろそかになる恐れがあるし、また政治組織と突撃隊の区別も曖昧になるとして、これを拒否した。不服に思ったザロモンは8月12日に突撃隊司令官を辞職したため、9月1日に、 ヒトラーが自ら突撃隊最高指導者に就任することになった。これが直接の引き金となり、各地の突撃隊員が党の政治組織から依頼された宣伝活動をボイコットするようになった。一番過激だったのはベルリンの突撃隊だった。1930年8月28日に突撃隊、ベルリン東部指導者であったバルター・シュテンネスがミュンヘンの党本部に対して、 ベルリンクダク指導者であったゲッペルスの解任を要求した。党本部がこれを拒否すると8月30日にシュテンレス一派はベルリンクダク本部の襲撃を開始した。ゲッペルスはクルトダリューゲの親衛隊部隊を投入したが突撃隊の方が数に勝り鎮圧に失敗した。結局ゲッペルスは警察に介入してもらって鎮圧した。 9月1日にはヒトラー自らがベルリンを訪れて、シュテンレスを直接説得して、ひとまず収めた。ヒトラーは、突撃隊の監視を強化するため、1930年11月7日に、新衛隊は突撃隊指揮官の命令に従う、必要はないと定めた。 突撃隊員を越兵するヒトラーとレーム選挙後の1930年11月末にヒトラーは突撃隊暴動再発を阻止すべく隊員の待遇改善を約束し隊員の人望厚いレームを南米ボリビアから呼び戻して突撃隊幕僚長に据えることを宣言した1931年1月5日にレームを正式に突撃隊幕僚に任じた 1931年春、霊夢ムによって突撃隊を政治組織に従属させるための機構改革が行われた。大韓区の突撃隊連隊は大韓区指導者の指揮下とした。これによって大韓区指導者は政治宣伝やデモに突撃隊員を動員できるようになった。突撃隊の編成も変更した。全国を4つの上級集団に分け、その下に 総計18の集団を置き、集団は複数の連帯をもって構成させた。4人の上級集団長は、ベルリン上級集団長、ボルフ・ハインリヒ・ホンヘルドルフ伯爵、ハノーファー上級集団長、ビクトール・ルッツェ、コブレンツ上級集団長、アウグスト・シュナイト・フーバー、インゴル・シュタット上級集団長、ハンス・ゲオルカ・ホフマンだった。 1931年4月2日にシュテンネスの再反乱があったが、ゲッペルスが動員したダリューゲの新兵隊部隊が鎮圧に成功した。鎮圧後、ゲッペルスは反乱に参加した突撃隊員を片っ端から除名した。結果、シュテンネス一派の1万人が去ることとなった。しかしこれによって突撃隊の過激派勢力が弱まったわけではなかった。ヒトラーやレーは、 統制拡大のために入隊希望者を無制限に受け入れ、彼らに食事や宿舎の提供を行ったために、世界恐慌の影響で巷股に溢れかえる失業者が、ナチスや突撃隊に続々と参加したためである。こうしたものは、反資本主義的で、革命的な政治的求心派が多かった。こうした革命志向の隊員たちは、制服は合色だが、中身は赤いとして、 ステーキに例えられていた。1930年には7万人だった。突撃隊隊員数は1931年末には17万人。ナチ党が政権を獲得する直前の1933年1月には50万人以上に、達した。結果として、隊員の質の低下は避けられず、しばしば頃付き同然の振る舞いを行う、突撃隊員が増加した。またあまりに増大した。 突撃隊員に対する待遇は悪化した。突撃隊はますます過激化し、隊員たちはヒトラーの合法路線にしびれを切らして武装放棄を求めるようになった。ネームも隊員の不満を抑えるためにこうした声を代弁するようになり、1931年末にはヒトラーに武装放棄を進言している。1932年3月、ヒトラーが大統領選挙に出馬し、 30%の票を獲得した。4月14日、ナチ党の勢いを恐れたハインリヒ・ブリューニング首相が突撃隊と新兵隊の禁止命令を出し、各地の突撃隊施設が当局に差し押さえられた。しかしこの禁止命令に国防次官クルト・ホンシュライヒャーは反対であり、彼はナチ党と連携して当確活動を行った。その結果、ブリューニング内閣は 倒れ、6月1日に、シュライヒャーを国防省とするフランツフォン・パーペン内閣が成立した。パーペン内閣の下で6月16日に突撃隊、新兵隊禁止命令は解除された。一方、レームが突撃隊バク僚長になってから突撃隊内では、同性愛が公然化していた。社民党の機関紙ミュンヒナアポストも、ナチスは反同性愛政党でありながら、 身内の同性愛行為には目をつぶっていると批判した。当時のドイツでは、同性の性交渉は、刑法175条によって禁止されていた。霊ーは、私のところにいる、男たちは法律に反した特別なことになれねば、ならないと述べており、突撃隊で、同性愛が横行したのは彼らの革命的、性質とも無関係ではなかったようである。ヒトラーの首相就任を祝い、 ブランデンブルク門を退明更新する突撃隊員たち1933年1月30日、夕刻、ヒトラーのドイツ首相就任を知った人々は大統領官邸に押し寄せていた。午後6時頃にヒンデンブルク大統領とヒトラーとパーペン副首相が人々の前に姿を見せた。続いて退明を持った突撃隊がベルリン市内を更新し、その勢いを示した。 ベルリンは翌1月31日に入った午前1時ぐらいまでお祭り騒ぎになった。社会民主党勢力の強いプロイセン州の内務大臣となったゲーリングは突撃隊と新英隊の隊員を警察幹部に就任させた。ハノーファー警察長官にビクトール・ルッツェ、ドルトムント警察長官にビルヘルム・シェップマン、ブレスラウ警察長官にエドムント・ハイネス。 ポツダム警察長官にボルフ・ハインリヒ・ホン・ヘルドルフなどが就任している。突撃隊のトンショに連行された共産党員ゲーリングは1933年2月20日に突撃隊員と新鋭隊員合わせて5万人と鉄カブト団1万人をプロイ選手警察の補助警察官として動員することを決定した。2月24日には突撃隊がドイツ共産党本部 カールリープクネヒト間を襲撃している。2月27日に国会議事堂放火事件が発生すると、ゲーリングは4000人の共産党員の逮捕を命じ、4月末までに2万5000人に及ぶ大量の左翼が補助警察官によって逮捕された。彼らを収容するために突撃隊員はあちこちに指摘収容所を創設した。後にゲーリングに承認され、 修行人の収容所となったオランニエンブルク、強制収容所はその一つであった。4月1日には、ボイコット委員会委員長、ユリウス・シュトライハーの指揮のもとに突撃隊員が、ユダヤ人商店のボイコット運動をドイツ全国で行い、ユダヤ人商店を強制的に閉鎖していった。5月2日には、左翼系労働組合の事務所を襲い、その財産を奪取した。 6月21日には、鉄カブト団が突撃隊に吸収された。突撃隊員によるユダヤ人商店街のボイコット運動。を。プラカードには、ドイツ人よ、自分の身を守れ。ユダヤ人から物を買うな。と書かれているハインリヒヘルトのバイエルン州政府が解体された後、レームは同州の州議員に任じられた。1933年3月12日に、レームは、 バイエルンの7つの軍知事長に治安維持と性的排除に責任を負う突撃隊最高指導部特別委員を設置させ、彼らの指揮下に突撃隊を補助警察官として配置した。レームはこの突撃隊最高指導部特別委員制度を他の州にも導入させようと図り、5月にプロイセン州で導入され、その後他の州でも続々と導入された。 しかしヒトラーもドイツ内相、ビルヘルム・フリックもプロイセン州首相、内相ゲーリングも過激派の多い突撃隊に、警察権力を集中させることには反対だった。警戒したゲーリングは1933年8月には、補助警官隊に解散を命じ、他の州も続々とゲーリングに習って、補助警官隊を解散させた。ごく一部の突撃隊員が、 正規の警察官として採用されたが、他の大多数の突撃隊員は、補助警察官として支給されていた給料を切られ、失業者に戻された。そのため突撃隊の不満が高まり、彼らは第二革命を叫ぶようになり、1933年8月以降ドイツ各地で暴動を起こすようになった。決闘から、政権賞くまでのナチス投資において、 突撃隊が大きな力になったことは明らかであったが、独裁体制が安定するにつれて必要性は薄れ、ヒトラーにとって持て余す存在となっていった。保守派との協力を重視するヒトラーは、クルップホンボーレンテュース戦雇用者協会を復活させたり、大百科圏に敵対する小売業闘争同盟を解散させるなど、保守政策を次々と打ち出したが、 こうした態度は労働者階級からなり、社会主義的であった突撃隊員の不満を助長した。資本家や地主との妥協を止め、社会主義的政策を打ち出すことを求める第二革命運動が突撃隊内で強まった。突撃隊員の声を代弁するレームも公然とこれを唱え、ヒトラーの革命終了宣言に抵抗した。レームは9月1日。 バイエルンの突撃隊最高指導部特別委員制度を廃止し、代わりにバイエルン州政府に突撃隊特別全県官、軍政府に突撃隊特別委任官を置いた。彼らの任務は国家社会主義革命による発展が続けられているかを官庁と協力しながら監視することであった。これによって地方行政機関を第二革命に動かそうとした。10月には ゲーリングの支配するプロイセン州にも突撃隊特別全県官の設置を認めさせた。彼は突撃隊政治部長、ゲオルクフォン列ンから国会議事堂放火事件の真相を暴露するとねだられ、しぶしぶ認めたという。各州もプロイセン州に習って突撃隊特別全県官の設置を認めた。結果、突撃隊特別全県官による行政への横やりや、 メーレーム氏が横行し、ヒトラー政権は相番崩壊するだろうという噂が立つほどであった。ヒトラーは突撃隊特別全権官と行政府を少しでも一体化させるため、1933年12月1日に、党と国家の統一のための法律を成立させ、同時にレーを無人諸大臣に任じた。また、ゲーリングは12月15日、 プロイセン州市町村制度法を導入して市町村の地方評議会員を25歳以上に限定すると定めることで若者がほとんどを占める突撃隊員をプロイセンの地方行政府から締め出した。突撃隊は国軍とも対立を深めていた。国軍と突撃隊は1933年5月に協定を結び突撃隊と新英隊と鉄カブ団は 国防省の管轄に入ることになっていた。国軍からのスタッフの手も借りて、フリードリ・ヒビル・ヘルム・クリューガー突撃隊大将のもとに、突撃隊員の訓練が行われ、国軍に送り出していた。しかし、レームは、東部国境守備隊の指揮権を要求し、またその武器庫を管理下に置こうとしたため、国軍と対立を深めた。もともとレームは、貴族が中心の国軍では、 旧来のプロイセン王国と同じ古い戦術思想しか持ち得ない軍隊にしかならないと考え、これに代わって突撃隊を国民軍として正規軍にするという構想があった。突撃隊は1934年春には300万人以上の人員を要するようになっていた。内武装兵士が50万人いた。ベルサイユ条約で陸軍兵力10万人に限定されていた国軍に、 とって、これは大いに脅威となる存在であった。一方ヒトラーは、政権の維持のためには、国軍の支持が不可欠と認識しており、再軍備は国軍をもって行うと決め、レーの国民軍構想を却下していた。ドイツの国際連盟脱退によって、ポーランドとフランスがドイツへ侵攻してくるのではないかという危機感が高まり、再軍備問題が関心を集めるようになると、 レームは1934年1月15日に突撃隊特別全県間の任務を反国家的陰謀との闘争に限定させるなど第二革命問題で一定の情報の姿勢を見せるようになったが代わりに再軍備問題に関連して突撃隊を正規軍にするという野望を本格的に抱くようになった。これが達成できれば突撃隊員の失業問題は大きく改善し 第二革命などを起こす必要はなくなるため、レーは革命より突撃体制機軍化に力を入れるようになった。ヒトラーは1934年1月2日、レーに対して友情とこれまでの功績への感謝を強調した指針を送った。その中で安全保障は国軍に任せるべきであることを遠極に伝えた。しかし、この手紙の真意を理解しなかったレーは、 2月初めにベルナーフォン・ブロンベルク国防相に対して国家安全保障は突撃隊の任務とする書簡を送った。この書簡を見たブロンベルクは、レームは全ての国防組織を突撃隊の参加にして国軍をただの訓練機関にしようとしていると結論しヒトラーに処置を要求した。2月末ヒトラーの仲介で国防相において ブロンベルクとレームが協定を結び、国軍が国で唯一の武装兵力であり、突撃隊はその補助のため国境地帯の警備や予備訓練を担当することが取り決められた。しかしレームの反発は大きかった。1934年4月11日から15日にかけてバルト海上のポケット戦艦ドイッチュラントでヒトラーはブロンベルクら国軍幹部と会談し、 突撃対応を抑える代わりに指揮が迫っていたパウル・ホン・ヒンデンブルク大統領の死後に自らに中性宣誓を行うことを要請した。左から、後の秩序警察長官、ダリューゲ、新英隊全国指導者、ハインリヒ・ヒムラー、レーム・ヒトラーは、レーム以下突撃隊幹部粛清に乗り気ではなかったが、レームや突撃隊幹部と対立するところの多い、プロイン州首相ヘルマン・ゲーリング、 新衛隊のハインリヒ・ヒムラーやラインハルト・ハイドリヒらによって突撃隊粛清の準備は進められていた。国軍軍務局長、バルター・ホン・ライヒエナウ少将もこの動きに協力した。突撃隊問題に曖昧な態度を取るヒトラーに粛清を決意させるため、ヒムラー、ハイドリヒ、ゲーリングらは突撃隊の武装放棄計画をでっち上げることとした。 1934年4月下旬から5月末にかけてハイドリヒはレームと突撃隊の武装放棄の証拠の絶造を行った。そして1934年6月初め頃からそれらがばらまかれて突撃隊による武装放棄の噂が流れた。ヒトラーは6月4日に首相官邸でレームと会談を行った。会談の結果高まる緊張を 少しでも沈静化するため突撃隊の多くの部隊が1ヶ月の休暇に入り、レームも療養に入ることとなった。しかし、ヒンデンブルク大統領とブロンベルク国防相は6月21日にノイデックの大統領指定においてヒトラーに対し、もし事態の沈静化ができないなら権限を陸軍に移して代わりに処置させると通告した。 最後通帳を突きつけられた形のヒトラーは、この日に突撃隊の粛清を決意したという。6月25日までにヒトラーは、ブロンベルクに、デーム以下突撃隊幹部を粛清する旨を伝え、国軍もその準備に入った。6月30日に突撃隊員が起こした暴力事件についての会議を行うとして、突撃隊幹部をバイエルン州、バート・ビース税に招集、同日にヒトラーは、 バートビースーに赴いて、粛清の陣頭指揮をとった。ベルリンでも、ゲーリング、ヒムラー、ハイドリヒラの指揮によって粛清が執行された。レーム、ハイネス、シュナイト・フーバー、エルンスト、ホンデッテンなどの突撃隊幹部が粛清された。これは、長いナイフの夜と呼ばれる。左より、エアハルト・ミルヒ、ゲーリング、ヒトラー、ルッツェ国防軍入隊予定者たちに射撃訓練を、 施す突撃隊員たち。手前は突撃隊幕僚長、シェップマンレームに代わる新突撃隊幕僚長にはヒトラーに信頼されていたビクトール・ルッツェが選ばれた。1943年に彼が自己死すると公認にはビルヘルム・シェップマンが任じられ敗戦までその任に当たった。長いナイフの夜で粛清を受けたのは上層部が中心だったが事件は 若い下級隊員たちを震え上がらせるのに十分な効果があった。事件後、大きな反発もなく、突撃隊の力はそぎ落とされていった。ヒトラーの指示によりルッツェは、ベルリン親衛隊指導者、クルト・ダリューゲ親衛隊中将に、ドイツ東部の突撃隊の解体と再編を依頼することになった。ダリューゲによって突撃隊最高指導部の主要な政治部門はべて解体され、 またその財産を没収させられた。新衛隊は正式に突撃隊から独立し、オラニエンブルク強制収容所など突撃隊管理の強制収容所は新衛隊の管理下に移された。自動車突撃隊も国家社会主義自動車軍団として突撃隊から独立した。16あった突撃隊上級集団は解体され、 突撃隊の最上級の編成は突撃隊集団になった。突撃隊員が武器を携帯することも禁止された。隊員数もこの後現象の一途をたどることになり、長いナイフの夜の頃には400万人を超えると言われた突撃隊の隊員数は1938年に120万人になっていた。事件後も青年に対する軍事訓練機関としての役割は残され、 これが突撃隊の主要任務となった。これに次ぐ突撃隊の任務は行政機関や大管区などの布告を配布、宣伝することであった。毎年冬に行われるナチ党の事前事業、冬季貧民救済事業も突撃隊が行っていた。1938年11月の水晶の夜、事件の際、ルッツェはヨーゼフ・ゲッペルスの指示を無視して、 突撃隊集団指導者たちに対して反ユダヤ暴動に参加しないよう命じていたが結局多数の突撃隊員が当政治指導部の命令で反ユダヤ暴動に参加した1939年1月には国防軍へ入隊する者の,の教育機関たることが突撃隊の唯一の役割と定められ軍事訓練を担当する武装組織として突撃隊防衛団が創設された 戦争が始まると突撃隊は国防軍に代わって入隊予定者の訓練に当たったほか防空任務にも動員され、その他には警察、税関、親衛隊、国境警備など初期官の補助員にも挙げられた。ただ突撃隊員は兵役の義務を負い続けたため隊員が国防軍に応唱することで突撃隊自体のマンパワーは減少の一途をたどった。 また突撃隊防衛団の一部の部隊は軍からの脱走者等を収容する強制収容所の管理や占領地のパルチザン総統作戦に動員された。対戦末期には国民突撃隊に編入されている。事件後、ルッツェはじめ突撃隊幹部は新衛隊への復讐の機会を狙っていた。ブロンベルク非面事件で新衛隊にはめられて失脚した。 ベルナーフォン・ブロンベルク元帥とベルナーフォン・フリッチュ、上級大将、またフリッチュの後任として、陸軍総司令官になったバルターフォン・ブラウヒッチュと接触し、彼らを新英隊攻撃計画に誘ったりしている。ゲッペルスも日記で、ルッツェはブラウヒッチュを先鋭的な反 SS 運動に巻き込もうとしている。彼は、至るところで SS を非難し、不平不満を漏らし、 SA が差別されていると信じている。彼は誤った道に踏み込んだとこのことについて触れている。戦時中にもポーランド総督、ハンス・フランク、東方担当大臣、アルフレート・ローゼンベルク、ウクライナ総督、エイリヒコッホなど、親衛隊から警察権力を取り戻したいと考えていた者は、大抵突撃隊を取り込んで、彼らを親衛隊にぶつけようとした。 戦後のニュルンベルク裁判において突撃隊は起訴されたロック組織の一つとなった。この裁判で新英隊とゲシュタポとなチ党指導部は犯罪組織と判決されたが、一方突撃隊は特殊な場合において突撃隊の若干部隊は戦争犯罪や人道に対する罪の遂行に使用されたが、その成員が一般に犯罪行為に参加していたとかまたは知っていたという、 こととはできなないとされて有罪判決を受けなかった1938年からの突撃隊幕僚長の車両機1938年からの突撃隊幕僚長の司令機突撃隊最高指導部は1926年11月に創設された最高指導部は突撃隊に関するすべての事務を取り扱いその霊下の集団が最高指導部の指導のもとに 各種訓練学校を運営していた。集団の数は1933年時に21個、開戦時に25個、戦時中には29個になった。突撃隊最高指導者突撃隊幕僚長初期の突撃隊は様々な制服が入り乱れて使用されたが、ミュンヘン一期後に再建された突撃隊では褐色シャツ、血備帽、乗馬ズボン、ブーツというスタイルで統一された。 褐色シャツはもともと東アフリカの旧ドイツ植民地中流軍の制服として作られたものだった。第一次世界大戦後ドイツの植民地はすべて連合国に奪われたためにこの制服の在庫があり余った。そこでゲルハルトロスバッハが1924年にこの制服を安価に大量入手した。これが褐色シャツが制服になったきっかけだった。ちなみに 褐色シャツはシャツ型の上着であり、その下には襟なしの褐色のシャツを着用していた。突撃隊の制服というとこの褐色シャツ型制服が有名であるが、1932年以降には褐色チュニックが制服として使用されるようになっていった。突撃隊海軍や突撃隊防衛団などは一般の突撃隊員とかなり異なった独自の制服を着用した。 ありがとうございます。